反町隆史と博士ちゃんが琵琶湖ミステリーに迫る。謎多き琵琶湖ミステリー。琵琶湖に浮かぶ島に信長や秀吉が通った開運スポットがある。これからこの船に乗って信長や秀吉が通ったとされる開運スポットの竹生島に行ってみたいと思います。行きましょう行きましょう。いいね、はい、いいテンション。いいよ、上手だよ。というわけでチャーター船で琵琶湖に浮かぶ竹生島を目指すことに。ね、この先にその神社があるんですが、この門に注目してください。この門はカラー門と呼ばれる門で、その大阪城の壺を持ってきてここにつけたと呼ばれており、現存する大阪城ではここしかありません。琵琶湖に浮かぶ竹生島、二つ目の開運スポットは豊臣秀吉ゆかりのカラー門。大阪城の一部だったこのカラー門は、秀吉の死後息子の秀頼が秀吉が通ったここ竹生島に移築。日本で唯一豊臣秀吉時代の大阪城を感じられる場所として国宝にも指定されている。そもそもあの大阪城、その豊臣時代の名残がないっていうのは、あれ、まなちゃん、なんでなんですか？豊臣の時代は終わったんだっていうのを、なんかこう知らしめるために新しくもっと豪華なものを、もう時代を終わらせたんだ、それですっかり。もっと今から自分の方が権威があるんだぞみたいな。だから名残がもうここないんだよ。龍神と呼ばれる神様に頼み事をするときにするのがこれです。ここにある瓦け投げで願い事をしてお祈りします。瓦け投げとは、素焼きの土器に願い事を書き、それを投げて鳥居の下を通れば願い事が叶うとされる祈願の方法。ダメだって絶対教えてくんないね。絶対教えない、見せない。いくよ。なんて書いてあるんだろう。おい、おお、いった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 、おお、おお、いった。なんて書いてあるんだろう。何の願い事したんですか？え、何の願い事？いや、それじゃないちょっと聞いてよ、ね、こんなのテレビでいいの、ね、なんで見てないんで投げてると。琵琶湖型筋島道場を釣りたいって書きました。あ、なるほど。いいよ、願望だ。むいちゃん、この土壌割れたらもうマジでしょ。あ、おお、結構あれでも難しいよ、はい、ね、あれ勝てなかったらうまくいく。そうかそうか、なるほど。1日かけて琵琶湖を巡ってきた博士ちゃんと博士兄ちゃん、今改めて感じる琵琶湖への思いは。僕が育ててもらった琵琶湖に何か恩返しがしたいんですけど、うん、やっぱそれはさ、もうちょっと大きくなってから、まあ、その愛する気持ちがあるんだったら、その水の問題だとか、なんで肉切ってんの？まあ、いろんな問題があるじゃないこれからだから、そのどん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 地球温暖化でもっともっと台風が多くなったりとか、そうですね、被害が出たりとかたくさんするとは思うんですよ。だ、そういう中で、黒川君みたいな、その愛する気持ちがあれば、自然に対する思いっていうのは呼びかけていけば通じると思うし、ただやっぱり僕も琵琶湖のほとりに結構家構えて結構立つけど、自然には本当かなわないんだよね。そうですね、自然にはなんていうのかな、逆らっちゃいけないっていうのが、やっぱり自然とともに一緒に間近で生きていく、ちょっとしたコツかなと思いますので。いや、だけど竹生島で歴史的なことをね聞けて、あんな深く教えてくれなかったら、ただ単に皿を投げた1日で終わってたよという気がしますだからね、今日はいろいろ教えてくれてね、嬉しかったなと思うんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、いいな。番組ではスタジオやお家で授業してみたい博士ちゃんを大募集しています。はい、何かが好きすぎる博士ちゃんの皆さん、ご応募お待ちしております。詳しくは番組のホームページをご覧ください。次の博士ちゃんは君だ。